別の場所で二人を出会わせるべきだろうな。そうすれば二人を幸せにできる。小説家ならできるのか。それぐらいしかできないけど。じゃあまた。今の本好きの男は今日まで何度となくこの席で本を読んできた。この瞬間を最後に彼がここに座ることは二度とない。なぜならあの男は愛する家族と共に姿を消すからだ。待って、小説の話ですよね。彼の話は嘘か本当か、その謎に挑む主人公はあなた。書いたことが現実でまた訴えられたら困るんです。このチャンスを逃した君は一生後悔する。鳩の撃退法。フィクションですよね。その質問は受け付けない。